うごめくそれら。実家の近くに少し濁った川があるんだが、そこの生態系がいろいろとやばい。何がやばいって、船やメダカといった普通の魚から、どこのドイツが話したのやら、でっかい鯉だの、金魚だの、グッピーや、バスの仲間まで泳いでやがる。魚だけじゃない。山かがしや、 マムシは土手の草むらに住んでいるし、生えている植物も外来種がほとんど。夏が近づけば、セミやカエルの鳴き声が止むことはなく、秋から冬にかけては、トンボの群れが道を飛び交う。去年休暇を利用して帰ってきたときは、ヌートリアとカワウマで住み着いていやがった。 今じゃ珍しい自然の環境だなんて、両親は言ってるけど、はっきり言って魔境だ。業者の手が入らないのが不思議でならない。俺も子供の頃は、網を適当に振るだけで、トンボを大量ゲットできることに喜んでいたりもしたが、地元の大学を出て、別の県に引っ越して、ようやく実家の資格の異常さに気がついた。 で、数年前のこと。夜中に自宅で寝ていたら、突然悲しばりにあった。やばい。目を閉じて、何も見ないようにしないとって、反射的に思ったけど、指一つ動かせないのに、まぶただけは無理やり開けられていく感覚があった。そして、開けられた目の先、天井付近で、うごめいているそれを見た瞬間、 俺は、金縛りで悲鳴が上げられないことに、感謝すると同時に、それでも無理やりそれを見せられたことを呪った。牛の極参りというものがある。頭にろうそくをつけて、左前の白装束を着て、手に金槌と杭を持ったやつ。あの格好をした女が、天井付近で、ああ、とか、 うう、手うめきながら、空中でのたうちまわっていた。でも、俺が怖かったのは、すごい様相をしている女じゃなくて、その女の全身にまとわりついていた奴らの方。脳天から杭を突き出している、まだら模様の蛇が、女の腕に巻きついていて、黒い鯉みたいな魚が、明らかに入らないであろう。 女の片足を膝まで飲み込んでいて、他にも、バッタだの、セミだの、カエルだのが、頭や体にうじゃうじゃくっついていて、もうなんて言うか、怖い以前に気持ち悪かった。女はしばらくうめき声を上げながら、天井の野田打っていたけど、俺の体が突然パッと動くようになったと同時に、いつの間にか消えていた。 まとわりついていた生物ごと。もしかしたら、助けてくれたのかもしれないけど、薄暗い室内で見たあの光景は、相当心臓に悪いものだった。でも、その一件以来、一年に数回は、実家に顔を見せている。